RPG 伝説へぽいは、スタジオギャロップ制作のファンタジーロボットアニメ。1990年10月6日から1991年9月28日まで、テレビ東京系で、全50話が放送された。ギャロップ初のロボットアニメでもあると同時に、初めてテレビ東京系で放送された、ギャロップ制作のアニメ作品でもある。物語前半は、 人間ドラマ色が濃く、かつ比較的明るい冒険活劇の印象が強かったが、中盤からは主人公たちが一度的に敗れて、チリジリになり、一旦は世界が悪の手に落ちるなど、次第にハードな展開が多くなっていく。現在、ビデックス JP で視聴可能。ファンたちの熱望によって、DVD ボックスも2007年4月27日に発売された。 剣と魔法の世界、ファンタジーランド。遠い昔、そこには、キャッスルと呼ばれる戦士の種族が存在し、正義の、正規進軍と悪の、強島神軍に分かれて果てしない死闘を繰り広げていた。しかし、聖なる力、え、ポリスを操る勇者へ、ポリスが自らを犠牲に、キャッスルたちを封印し、ファンタジーランドに平和を取り戻した。それから時が流れ、突如、 ファンタジーランドに現れた魔王ドラクネス率いる魔王軍によって良い心が封印されたばかりか、強島人たちの封印も解かれ、ファンタジーランドは悪が支配する世界になってしまった。世界を救うため、ヘポリスの勇者の、再来勇者へ、ポイが立ち上がる。それにはまず、世界中に封印されている、正規神たちを復活させねばならない。えポイは、 竜神族の王子、竜と山へ、ポリスの勇者の従者であった、ミーア、そして、商人の文在門と共に、ファンタジーランドを救うべく冒険の旅に出る。多くの試練を乗り越えて、成長していくヘポイたちの活躍や、ファンタジーランド各地で出会った協力者たちの助けも、あって次々と、正規神たちの封印を解き、魔王軍の支配下にある国々を解放していく。 ヘポイ一行。さらには、すべてのキャッスルを滑る存在である、キャッスルプリンセスをも救出した彼らだったが、ドラクネスの強大な力の前に破れ、離れ離れとなってしまう。ヘポイも、その際に眠りにつかされ、目覚めた時には3年の月日が経過していた。魔王軍によって、闇に包まれ、荒廃した世界で何とか、ドラクネスの魔の手から逃れた竜と闇イやと再会した。 ヘポイだったが、魔王軍の追撃によって、ミーアが命を落としてしまう。絶望の未来を変えるべく、エポイは、リュートと共に時を超え、過去へ向かう。果たして、全世界の命運をかけたエ、ポリスの勇者たちと、魔王軍との壮絶な戦いの結末は、正規神も参照。終盤のゴーマジン上ジ記2曲を収録した CD は、キングレコードより発売された。 ありがとうございます。